どうもー、みーつでございまーす。今回は登録販売者試験第5章丸8、副作用情報などの収集、解説過去問ということについて話していきまーす。で、僕のチャンネルなんですけども、まあこういうふうにね、登録販売者の合格法を話したりとかですね、放送大学について解説しますとか、いろんなことをね、テーマにして話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、あ、結構試験に役立つなとか、なんか和むんだよなとか、そういうふうにね、言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあ、今回とね、次とか、まあ、直近のところはね、あの5章の中ではまだ比較的ね、あの興味を持って聞けるところというかね、まだあの聞いててまだ若干面白いかなというね、部分もあるところなんで、ぜひね、ちょっと頑張って聞いてみてください。それでね、医薬品の安全対策っていうことで見ていくんですけども、現在医薬品のね、市販後、まあ、いわゆるね、市場に出た後、安全対策として、副作用等の情報を収集する制度、収集された安全性情報を評価し、適切な措置を講じる体制が整備されているところであります。また、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、生じた健康被害に対する救済制度っていうのがね、設けられています。これらはこれまでのね、薬害事件が、まあ、エイズとかね、サリドマイトとかありますよね、が和解により集結した後、その経験や教訓を踏まえて拡充されてきたものであると。まあ、バージョンアップしてきたということですね。契機となった薬害事件に関する出題については、第1章4、薬害の歴史を見てですね、問題を作りますということでね。まあ、僕の動画もね、薬害についてはもうすでに出てはいるんですけども、まあ、このね、5章のところがまず終わったら、1章のところに戻ってね、もうちょっと画面をね、見やすくする予定なんでね、まあ、スマホ横にしてもらえるとね、あの僕のやつまあまあ見られるんで、まあ、あとねパソコンで見てもらうと、そこそこね、あの文字も大きくなりますので、よろしくお願いします。これね、直す予定ということですね。医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置ということで見ていくんですけども、まあちょっとね、若干復習みたいな形になるんで、1章のね、サリドマイドのところにですね、あのお互いにね、1章と5章と、お互いにページを振っておくといいと思うんですけども、1961年に起こった、サリドマイド薬害事件を契機として、まあ、きっかけとしてですね、医薬品の、安全性情報に関する問題を、世界共通のものとして取り上げる、そういう機運が高まって、1968年、世界保健機関 WHO、 まあ今ね、コロナでいろいろ話題になってますね。加盟国を中心に、各国自らが医薬品の副作用情報を収集、評価する体制、WHO 国際医薬品モニタリング制度を確立するにつながった。ちょっとね、サリドマイドについて、第1章のところね、さらっと復習していくと、催眠鎮静剤などとして、販売された、サリドマイド製剤を、いわゆるね、妊婦さんが使ったことによって、出生時ね、生まれた子供さんに、四肢欠損、耳の障害等の、先天性異常、サリドマイド、胎芽症ですかね、が、発症したことに対する損害賠償訴訟、
1963年6月に、製薬企業を被告として、さらにね、翌年12月には、だから1964年12月には、国及び製薬企業を被告として提訴。これね、一応まあポイントですけども、すでにね、もう和解してると、まあ年号はね、試験には出てないので、和解してると、サリドマイド訴訟がね、ここもまあ一応押さえてほしいんですけども、これね、まあ、僕もすでに覚え方出してますけども、まあ、サリドマイドはね、催眠鎮静剤ですかね、催眠鎮静薬かな、催眠鎮静剤。まあ、これで、サリドマイドね、去って眠るということでね、去って眠るね。まあ、このね、去って眠るっていうのは、まあ、うるさい人がね、わーっと来て、ピンポンとかって来てね、まあ、わわわわーっと、最近こんなこと会社であってね、彼氏とね、彼女とね、わわわーっと、あいつやっと帰ってくれたなと、ね、去ってくれて、疲れて眠るみたいな、まあ、イメージですね。サリドマイドのね、ちょっと復習の続きなんですけども、なお、新生血管を妨げてしまうね、作用っていうのは、まあ、この悪い作用ですね。サリドマイドの、これちょっと、ね、色が変わってます。色変わってましょう。サリドマイドの、光学異性体のうち、一方の異性体、S 体のみが、有すると。まあ、S 体が、悪いですよと。まあ、そういうね、悪い方の S 体が、持っている作用であり、もう一方の異性体、R 体にはね、そういうものはなくて、また、鎮静作用は、R 体のみが有するとされています。サリドマイドがね摂取されると、鎮静作用のね R 体と S 体は体内で交互にね転換するため、まあね、こっちね、まあ、こっちが R 体だと思ったらね、 R 体と S 体は交互に転換するため、 R 体のサリドマイドを分離して製剤化しても、まあ、こっちがね、まあ、黒の方が問題があると思ったら、まあ、こっちだけ取ってお薬にしようと思ってもですね、再起形成は不可避と、まあ、その赤ちゃんにねその異常が出てしまうっていうことは、避けることはできないと。その問題ない方だけをね取り出してやろうとしてもね、まあ、こういうふうにこうなんていうのかな、転換しちゃうからということですね。まあ、それで覚え方ね。まあ、僕ね、妨げる、新生血管を妨げるで、S ね。S で、S の、これが妨げる。まあ、あと、動画ではね、まだ言ってなかったと思うんですけども、一緒。まあ、R はね、リラックスなんで、これね、R はリラックスということでね、覚えるといいかと思います。ちょっとね、すいません。水をちょっと飲ましょう。それじゃあね、続けていくんですけども、あ、そうですね。だからまあ、余裕があればね、一生の、薬害のところね、サリドマイドだけじゃなくてですね、別の部分もね、ちょっと問題をね、解いてみてください。まあ、読まなくてもね、問題を解いてみてください。副作用情報の、収集、副作用情報等の収集ですね。医薬品、医療機器等安全性情報報告制度ですね。法律の規定により、まあ、ここもね、このどういう機関がとかね、どういう人がとか、まあ、これも試験に出たりするんでちょっとチェックなんですけども、薬局開設者、病院、診療所、もしくは飼育動物診療施設の開設者、または医師、歯科医師、薬剤師。まあ、いわゆるね、これ、まあ、開設者っていうことなんで、まあ、ここですね、病院開設者とかね、診療所開設者。まあ、この辺ですね。または、医師、歯科医師、薬剤師ですね。登録販売者、獣医師、その他の医薬関係者は、医薬品の
副作用等によるものと疑われる健康被害の発症を知った場合において、登録販売者も入っているということですね。ここね、保健衛生上の危害の発症または拡大を防止するため必要があると認めるときは、まあここもポイントですね。何でもかんでもじゃなくてね、必要があると認めるときは、こういうふうに、まあ拡大をね防止するとか、この危害の発生をね防止するとか、必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。まあここもね、誰に報告しなければならない。これも試験に出ているのでね。まあこういうね、まあ医薬品のね、副作用等によるものとね、疑われる健康被害をね、知った場合においてはね、まあちょっと何でもかんでもではないんですけども、まあ非常にね、危険があるなという場合はですね、大臣に報告しなければならない。ただね、実務上は、報告書をね、総合機構、PMDA に、提出することになってるよということですね。本制度は、医薬品の使用、販売等に携わり、副作用等が疑われる事例に、直接接する、医薬関係者からの情報を広く収集することによって、医薬品の安全対策のより着実な実施を図ることを目的としており、ちょっとね、ここが区切りがあるんです。目的としており、WHO 加盟国の一員として、日本が対応した安全対策に係る制度の一つであると。まあ日本もね、関わっているよということですね。本制度は、まあ本制度って出てくるんでね、なんだっけってなっちゃうと思うんで、医薬品、医療機器等安全性情報、安全性情報ですね、報告制度。まあこの制度は、1967年3月より、約3000の医療機器を、医療機関をモニター施設に指定して、厚生省、まあ、当時の厚生省ですね、今は厚生労働省ですね、当時の厚生省が直接副作用報告を受ける医薬品副作用モニター制度としてスタートしました。まあここもね、3000の医療機関をね、モニター施設にして、まあ、この3000ね、ここも数字だから大事ですね。スタートは、医薬品副作用モニター制度。当時の厚生省がね、直接副作用の報告を受ける、医薬品副作用モニター制度として、このね、報告っていうのは、スタートしましたよと。また、一般用医薬品における副作用等の情報を収集するため、1978年8月、8月より、3000のモニター薬局で把握した副作用事例等について、定期的に報告が行われるようになるということでね。まあ、一般用医薬品もね、副作用のこの報告にね、入っていると。まあこれもね、試験に出たりしてるんで、ここもね、ちょっと押さえておいてください。こっちもね、3000という数字が同じということですね。モニター薬局でとですね。その後、1997年7月に、医薬品等安全性情報報告制度として拡充し、2002年7月には、薬事法が改正され、医師や薬剤師などの医薬関係者による副作用等の報告を義務化することにより、副作用等に関する情報の収集体制がより一層強化された。さらに
2006年6月の薬事法改正による登録販売者制度の導入に伴って、登録販売者もね、この制度に基づく報告を行う医薬関係者として位置づけられているよということですね。次ね、企業からの副作用等の報告制度。医薬品の市販をですね、まあ要するに、もう出回った後ですね、においても、常にその品質、有効性及び安全性に関する情報を収集し、また、医薬関係者に必要な情報を提供することが、まあ、ここにね、登録販売者も入っているということですね。提供することが、医薬品の適切な使用を確保する観点からも、企業責任として重要なことでもありますね。メーカーのね。製造販売業者等には、法律の規定に基づき、その製造販売をし、または承認を受けた医薬品について、そのね、副作用等によるものと疑われる健康被害の発生、そのお薬のね、使用によるものと思われる疑われる感染症の発生等を知ったときは、その旨を定められた期限までに、ここも大臣ですね、厚生労働大臣に報告することが義務付けられているということでね。まあこれね、図があってですね、図というか、まあ表ですね。ここはね、こういう場合が何日以内とかって書いてるんで、まあこれはちょっとね、次回の動画でちょっとやろうかなと思ってるんでね。ちょっとここは今回はやらないと。あんま長くなっちゃうとあれなんでね。なお、実務上はですね、法律の規定により、報告書を総合機構 PMDA に提出することになってますということですね。薬局開設者、医療施設の開設者、医薬品の販売業者または医師、歯科医師、薬剤師、その他の医薬関係者、まあ、ここは登録販売者含むにおいては、法律の規定により製造販売業者等が行う情報収集に協力するよう努めなければならないこととされているということでね。ここに関しては努力義務だということですね。この制度ね、本制度、企業からの副作用等の報告制度ですね。この制度は1979年の薬事法改正により制度化され、製造販売業者等に対して国への報告を求めてきたが、その後ですね、1996年の薬事法改正により製造販売業者等が副作用等の情報収集の義務を負うことが明記されていると。1979年に創設された副作用感染症報告制度において、医薬品等などとの関連が否定できない感染症に関する症例情報の報告や研究論文等について製造販売業者等に対して国への報告義務を課しているが、それに加えて2003年7月からはその前年に行われた、まあ、ややこしいですけどね、薬事法改正により血液製剤等の生物由来製品を製造販売する企業に対して当該製品または当該製品の原料または材料による感染症に関する最新の論文や知見に基づき、当該企業が製造販売する
生物由来製品の安全性について評価し、その成果を定期的に国へ報告する制度を導入しているということでね、まあテキストを見ながら聞いてくれてる方も多いと思うんでね、まあテキストを見ながらね、ちょっと僕の、動画をね、見てもらって、なんていうのかな、ちょっとテキストとね、こう、照らし合わせてちょっと見てもらうと、多少ね、もうちょっとわかりやすくなると思うんで、よろしくお願いします。一般用医薬品に関しても、承認後の調査が、製造販売業者等に求められており、副作用等の発言状況、こんな感じで出てますかと。そういうことのね、収集、評価を通じて、承認後のね、安全対策につなげているよと。まあ、一般用医薬品に関してもね、承認後ね、こういう、まあ、情報収集とかね、評価っていうのをしているよと。これもね、押さえておいてください。具体的には、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたものについては、10年を超えない範囲で、大臣が承認時に定める一定期間、おおむね8年。まあ、ここね、ちょっと注意ですね。10とか8とか出てますからね。まあ、もうちょっと、もう一個出てくるんでね。そっちの方ちょっと覚えてもいいのかなと思うんですけども、承認後の使用成績等を製造販売業者等が集積し、厚生労働省へ提出する制度。再審査制度が適用されるということね。これ再審査制度なんでね。過去問ちょっと僕が見たらですね、穴埋め問題でね、再評価制度っていうのも載っていて、再審査か再評価かね、どっちかという部分も問題出てたのでね、再審査ということをね、ちょっと押さえていただいて、まあ、10年を超えない範囲でね、括弧して、おおむね8年。まあ、これもね、穴埋め問題で出たりするんで、ここね、10年、8年だけじゃなくて、再、審査、評価じゃなくて、再審査ということをね、押さえておいてください。また、医療用医薬品で、使用されていた、有効成分を、一般用医薬品で、初めて配合したものについては、こっちがね、スイッチ OTC ってやつですね。で、上のね、僕がその10年とかね、8年とか、再審査制度、これをね、ちょっと気をつけてって言ったのが、これがね、ダイレクト OTC ってやつね。手引きにはね、特に載ってないんですけど、こっちがまあ、ダイレクト OTC。で、こっちがね、医療用医薬品で、使われてたものをね、一般用医薬品に、まあ初めてではあるんですけども、持ってきたのを、まあスイッチ OTC ね。まあだから、医療用医薬品から、まあ一般用医薬品にね、こうスイッチしたみたいな、スイッチ OTC ですね。こっちに関してはですね、承認条件として、承認後の、一定期間、おおむね3年ね。まあこれは、まあ、医療用医薬品、一般用医薬品ってね、まあ、一般用医薬品っていうフレーズが出てますから、まあ、一般用医薬品はね、3類まであるじゃないですか。1類、2類、3類ね。まあ、陽子の医薬品もありますけども、まあ、だから、これね、フレーズとして、一般用医薬品がね、出てるから、おおむね3年、3類まであるから3年みたいなね。まあ、こういう感じで覚えておくといいんじゃないかな、というふうに思いますね。安全性に関する調査及び、調査結果の報告が、求められています。陽子の医薬品は、上記と同様に、調査結果の報告が、求められているということでね。陽子の医薬品も、報告がね、求められているというところをね、注意しておいてください。あとはね、大丈夫ですね。それじゃあね、過去問をやっていきます。お疲れ様でした。はい。じゃあ、過去問やっていきまーす。これはですね、令和2年度の山口県、中国地方の問題なんですけども、医薬品のね、安全対策に関する、問題でね、正しい組み合わせ問題ですね。
A からちょっと読んでいくと、まあ年号はね、出ないんですけども、1961年に起こった薬害エイズ事件を契機として、医薬品の安全性に関する問題を世界共通のものとして取り上げる機運が高まり、1968年、WHO 加盟各国を中心に、各国自らが医薬品の副作用情報を収集、評価する体制、WHO 国際医薬品モニタリング制度を確立することにつながったとあるんですけども、まあこれはね、もうわかりますよね。ちょっとね、もうちょっとこっちの方かな。これはね、今回ね、説明したのは、薬害ね、エイズ事件じゃなくて、サリドマイド薬害事件をね、契機として、このね、医薬品の安全性に関する問題をね、共通の認識として取り上げると。まあ、こういうのが高まったということなんでね、これは×と。まあ、あとね、サリドマイドに関しては、催眠鎮静剤ですね。っていうことなんで、去って眠るとかね。まあ、あと S 体と R 体があるんだけど、申請血管を妨げるのはね、妨げる S の S 体だと。R 体に関してはね、リラックスの R で、鎮静作用ですね。そこもちょっとね、押さえておいてください。B、一般用医薬品には、承認後の使用成績等を製造販売業者等が集積し、厚生労働省へ提出する制度。再審査制度は適用されない。まあ、ここの再審査というのもね、再評価じゃないっていうところもちょっと注意なんですけども、一般用医薬品はね、どうだったかっていうと、ちょっとね、考えててくださいね。ちょっとスクロール、高速でスクロールしていきますんで、ね。あ、ここですね。これね。まあ、医療用医薬品でね、使われていた有効成分を、一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認条件として、承認後の一定期間、おおむね3年、安全性に関する調査及び、調査結果の報告が求められているということでね、陽子の医薬品もまあ同じということなんですけども、だから、こういうね、制度の対象外にはなってないということでね、これは×ということですね。A、B が×ということなんで、C、D がね、丸ということで、5番が正しいということですね。まあ一応ね、C、D 正しいんですけども、一応読んでいきますね。C、2006年6月の、まあこれね、年号は試験には出てないですけど、まあ66なんでね、ちょっと豆知識で覚えててもいいかもしれないんですけども、薬事法改正による、登録販売者制度の導入に伴い、登録販売者も、医薬品、医療機器等、安全性情報報告制度に基づく、報告を行う、医薬関係者として位置づけられている。ということでね。これは、正しいということですね。まあ、あとね、D のところもちょっと一応ね、まあ、これ正しいんで、読んでいけばいいだけなんですけども、まあ、こういうふうに載ってたよね、ということでね。1979年に創設された、副作用感染症報告制度において、医薬品等との関連が否定できない感染症に関する症例情報の報告や、研究論文等について、製造販売業者等に対して、国への報告義務を課している。ということでね、これも正しいということでね、まあそのまんまの問題ではあるんですけども、一応ね、押さえておいてください。はい。じゃあもう一問やっていきます。これはですね、令和2年度の高知、四国の問題なんですけども、まあちょっとね、問題が長いんで、表長いんでね、僕の方で読んでいきますけども、副作用等の報告制度に関するね、問題ですね。A、製造販売業者等には、その製造販売をし、または承認を受けた医薬品について、その副作用等によるものと疑われる健康被害の発生、その使用によるものと疑われる感染症の発生等を知ったときは、その旨を定められた期限までに厚生労働大臣に報告することが義務付けられていると。まあ、ここのね、製造販売業者とうんぬんかんぬんというところなんですけどもね。これをね、ちょっと見ていくと、これですね、ここの部分ですね。知ったときは、ここですね、
定められた期限までにね、報告することが義務付けられて。一応ね、この別表4に関しては、次回の動画でね、ちょっとやろうかなと思ってるんですけども、これに関してはね、丸ということですね。次が、薬局開設者、医療施設の開設者、医薬品の販売業者または医師、歯科医師、薬剤師、その他の医薬関係者においては、製造販売業者等が行う情報収集に協力するよう努めなければならないということでね。こちらは努力義務というふうに書いてあるんですけども、ここですね。ここのところね。こちらの方はね、努力義務だということでね、押さえておいてください。これも正しいということですね。で、これね、Dのところは比較的簡単なんで、最後の部分をちょっと見ていくとね、登録販売者は、副作用等の報告を行う、医薬関係者として位置づけられていないっていうふうにね、書いてありますけども、これは位置づけられているので、これに関するね、部分は×と。で、ちょっとね、C の部分に関しては、今回の内容とね、直接リンクしてないんですけども、あんまりね、全部詰め込んじゃうと長くなっちゃうんですけども、これに関してはね、×だということで、対象となるということでね、ちょっと押さえておいてください。一応読んでおきます、ね。医薬品の副作用等報告では、医薬品等によるものと疑われる身体の変調、不調、日常生活に支障を期す程度の健康被害、過去死亡を含むが報告対象であるが、因果関係が明確でない場合は、報告の対象とならないっていうふうになるんですけども、これはね、×ということで、次回かな、次回以降かな、になると思うんでね、これは対象となるということでね、押さえておいてください。なので、〇〇××ということでね、4番が正しいということですね。はい、じゃあもう一問いきます。これはですね、平成30年度の京都、近畿5県の問題ですね。これね、そっくりそのまま、同じ問題がね、平成29年度の大阪でも出てるんで、またね、ちょっと出る可能性があるかなと思うんですけども、医薬品、医療機器等法の、このね、条文の規定により、医薬品の副作用等の報告義務があるものについて、誤っているものはどれかということで、まあ、これはもうわかると思うんですけども、薬局開設者、登録販売者、診療所の開設者、獣医師、購入者。これね、どれだかわかりますかね。一応ね、ここを読んでいくと、もう一回ね、薬局開設者、病院診療所、もしくは、飼育動物診療施設の開設者、または、医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師、その他の医薬関係者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発症を知った場合において、大臣にね、報告しなきゃならないと。まあ、全部が全部じゃないんですけども、保健衛生上のね、危害の発生または拡大を防止するため、必要があると認めるときはね、大臣に報告しなければならない。まあ、実務上はね、この総合機構 PMDA にね、提出することになるっていうことでね。これは、間違ってるのがね、5番の購入者。こっちはね、大阪で言ったら1番の購入者ということでね。これもちょっと注意しておいてください。はい。じゃあもう一問いきます。これはですね、令和元年度の福岡、九州の問題なんですけども、どれがね、正しい組み合わせかっていうことなんですけども、A からね、A じゃね、A からちょっと見ていくと、医薬品、医療機器等、安全性情報報告制度は、情報を広く収集することによって、医薬品の安全性対策の、より着実な実施を図ることを目的。ということなんですけども、これはね、なんかもう、ちょっと抽象的な内容ではあるんですけども、まあ、内容を読むとね、まあそうだよなって感じで、これは丸と。医薬品、医療機器等、安全性情報報告制度は、
病院もしくは診療所の開設者、または医師が報告を行う制度であり、薬剤師は報告する義務はないってことなんですけどもね。まあ、登録販売者がね、ここに入ってきて、間違いでね、こう引っ掛け問題っていうのがあるんですけど、これはね、罰ということですね。う。医薬品、医療機器等、安全性情報報告制度は、1967年3月より、約3000の、医療機関をモニター施設に指定して、厚生省、括弧当時が、直接副作用報告を受ける、医薬品副作用モニター制度として、スタートした。ということなんですけども。まあ、これも丸なんですね。まあ、ちょっとね、なんか読んでるうちにちょっと眠くなるような部分あるんですけども。答えはね、2番ではあるんですけども、これね、一応まあ見ていくと、絵がね、医薬品の製造販売業者等には、その製造販売をし、または承認を受けた医薬品について、その副作用等によるものと疑われる健康被害の発生、その使用によるものと疑われる感染症の発生等を知ったときは、その旨を都道府県知事に報告することが義務付けられているってあるんですけども、まあこれはね、都道府県知事じゃなくて、厚生労働大臣だということでね、チェックしておいてください。答えは2番で、あとうが正しいということですね。はい。じゃあもう一問いきます。これはですね、平成29年度の宮城、東北の問題なんですけども、まあ、正しい組み合わせ問題ですね、これも。A からちょっといきますね。薬局開設者、医療施設の開設者、医薬品の販売業者または医師、歯科医師、薬剤師、その他の医薬関係者においては、法律に基づき、製造販売業者等が行う、情報収集に、協力するよう努めなければならない。ということでね、ここが努力義務でいいかどうかという部分だったんですけども、ここね、まあ、さっきも出てきましたけどもね、ここは努力義務になっているということでね、これは正しいということですね。B、まあ、これもね、わかると思うんですけども、医薬品の製造販売業者は、医薬品の副作用によるものと疑われる健康被害の発症を知ったときは、企業内で適切な対策を講じることができれば、報告する必要はないということなんですけどもね。これは罰ということでね。これを言っちゃうとね、僕説明したのがもう意味がなくなっちゃうということですね。C、医療用医薬品で使用されていた有効成分を、用指導医薬品で初めて配合したものについては、承認条件として、承認後一定期間、おおむね3年、安全性に関する調査及び調査結果の報告が求められているということなんですけども、これね、ちょっと見ていきますかね。ちょっとね、スクロールが速くなっちゃって申し訳ないです。まあ、これですね。まあ、これね、説明では一般用医薬品っていうふうにここでは書いてあるんですけども、このね、下のところがですね、用指導医薬品は、上記。まあ、いわゆるね、一般の医薬品と同じように、調査結果の報告が求められているということなんでね。まあ、一般用医薬品はね、まあ、3類まであるっていうことで、まあ、3年。で、一般用医薬品と、用指導医薬品はね、まあ、同じくくりだということでね、なんとかちょっと覚えてみてください。まあ、あとね、あ、ちょっとね。あと、上のとこもね、一応見ていきますかね。こっちね。この、既存の医薬品とね、明らかに異なる有効成分が配合されたものについてはね、10年を超えない範囲で、大臣が承認時に定める一定期間。こっちはおおむね8年ということでね。で、ここは、再審査制度ですね。再評価じゃないということですね。で、ここはね、まあ、一応読みますか。収集された、副作用情報については、調査検討後に、都道府県知事が、薬事食品衛生審議会の意見を聞いて、安全対策上必要な、行政措置を講じるとあるんですけども、まあ、ここはね、知事じゃなくて、厚生労働大臣だったということでね、
×ということですね。A と C が正しいということで、2番が正しいということですね。はい。じゃあもう一問いきます。これはですね、平成29年度の山口、中国地方の問題ね。これを2問やっていくんですけども、まあこれはもうわかりますよね。1961年に起こった、何とかを契機として、医薬品の安全性に関する問題を、世界共通のものとして取り上げる機運が高まり、こういうね、評価する副作用、情報を収集、評価する体制、こういうのをね、確立することになったということでね、これはもうわかりますよね。これは、サリドマイド、薬害事件ということですね。あと、これは、穴埋め問題ですね。医薬品の副作用情報等の収集ね。一応読んでいきますか。一般用医薬品に関しても、承認後の調査が、製造販売業者等に求められており、既存の医薬品と、明らかに異なる有効成分が配合されたものについては、何々を超えない範囲で、厚生労働大臣が承認時に定める、一定期間、承認後の使用成績等を製造販売業者等が集積し、厚生労働省へ提出する制度、何とかが適用されるということなんですけども、これね、10年なのか5年なのか、再評価制度なのか、再審査制度なのか、これですね、もうわかりますよね。これは、10年と再審査制度ですね。再評価じゃなくて再審査ということでね。で、10年を超えない範囲なんだけども、おおむね8年というとこもね、押さえておいてください。これはまあ、ダイレクト OTC っていう方ですね。で、医療用医薬品でね、使われていたものを、初めてね、こう、一般用医薬品、または陽子動医薬品にこう、移行してきたものっていうのはね、スイッチ OTC で、こっちはね、おおむね3年となっているということでね、チェックしておいてください。はい。じゃあね、ラスト2問やっていきます。ちょっと珍しい言い方なんですけどね。これね、この1個前の問題の続きで、こういうね、平成29年度の京都でも、近畿5県の時もね、出ているので、これはもうね、答え言っちゃいますけどね、今までの流れでね。10年で、再審査制度で、要指導医薬品ということでね。まあ、一般用医薬品と、要指導医薬品はね、同じくくりというような形になっているので、これに関してはね、2番と。まあ、このね、10年とか8年とかね、あとは、再審査制度とか、一般用医薬品と要指導医薬品は同列とかね、あとは3年とか、この辺がちょっと出ているのでね、ちょっと注意しておいてください。じゃあね、本当の、ラストの問題をね、ちょっとやっていきます。で、これはですね、令和元年度の新潟、北関東甲信越の問題なんですけども、副作用情報の収集に関する、正しい組み合わせ問題ですね。まあ、ちょっと、文字が小さいんでね、僕の方でちょっとしっかり読んでいくと、医薬品、医療機器等、安全性情報報告制度に基づく、報告を行う医薬関係者には、薬局開設者、医師、歯科医師または薬剤師を含む、登録販売者は含まれていない。これは×ですね。あとですね、ちょっと注意なのがこの B なんですよ。医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害が発症した場合において、医薬関係者はいかなる場合であっても、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないっていう部分なんですけども、これね、まあ、その安全性情報のまあ報告制度というところでね、まあこれもさっき見たんですけども、まあこういうね、いろんな医薬関係者は、医薬品副作用等によるものと疑われる健康被害の発症した場合において、保健衛生上の危害の発生、または拡大を防止するため、必要があると認めるときは、報告ということでね。まあ、何が何でも全部が全部ということでね。それでいかなる場合ではないということでね。これは、まあ、ちょっと引っ掛け的な問題でもあるとは思うんですけども、これはね、×ということですね。で、C はね、一応読んでいくと、医療用医薬品で、
使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認条件として承認後の一定期間、まあこれは3年ですね。スイッチ OTC なんでね、3年、安全性に関する調査及び調査結果の報告が求められているということでね、これは丸ということで、バツバツ丸ということでね、5番が正しいということですね。今回はね、こんな感じで、頑張ってね、やってきましたのでね、なんとかね、まあちょっとペースは遅れてますけども、5章の方もね、ちょっとコツコツとね、頑張っていきたいと思います。それじゃあね、またお会いしましょう。頑張っていきましょう。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。またねー。